日本はアジアを超えている。アジアカップを目前に大注目となっている日本代表、日本と韓国との対戦に注目が集まっています。そんな日本と韓国、優勝予想は面白いものとなっています。今回は日本と韓国それぞれの優勝予想に対する反応を紹介します。またこれまで日本代表がアジアカップで優勝した際には共通点があることが判明しました。今回もアジアカップに挑む日本代表に対して最新の情報をご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。日本代表と韓国代表、日本と韓国は永遠のライバルと言われています。そんな両者ですが、現在は連勝記録がすごいことになっています。日本代表は10試合連続勝利、そして45得点と連続勝利記録に加えて圧倒的な攻撃力となっています。対して韓国は7試合連続勝利、そして7試合連続無失点と守備面に関しては相手を受け付けません。最強の矛と盾、ぶつかる時はどちらが勝利するのでしょうか。そんな両チームに対して今優勝予想がされています。日本の優勝予想が多いと予想されますが、韓国の優勝予想も多くされています。日本の優勝予想の反応から紹介していきます。英国ロイターのマイケル・チャーチ記者は、日本は代表チームを招集するたびに1から2人が怪我で離脱するにもかかわらず、国際 A マッチで8連勝を収めるほど強かった。選手層が厚いため、誰かが負傷しても戦力ダウンの心配がないということ、日本が圧倒的な優勝候補という事実は変わらないと、選手層の厚みを強調しながら日本が優勝するとしました。イタリアのメディアでは、直近の結果を考えれば国際レベルで最も知られているチームだ。実際 FIFA ランキングでは過去2年で2勝したドイツの一つ下となる17位、ヒーズル国には大会最強の中盤がある。薫、三笘と竹房、久保の2列目は超ハイレベルな大会ではないことを考えれば致命的なものとなるだろう。武広、冨安や渡る弁当のような経験豊富な選手たちも忘れてはいけないと、日本代表を称賛、そして優勝候補として紹介をしました。イギリスのメディアは、2022年ワールドカップでドイツとスペインを破ったサムライブルーは、9月にボルフスブルクでドイツを4対1で破り、ハンジ・フリック監督を失職させた。現在リバプールでその価値を証明している遠藤航、負傷中だがノックアウトステージでの復帰が期待されているブライトンの三笘薫、レアル・ソシエダの久保建英など、ヨーロッパを拠点とするタレントが満載のチームにとって、このような結果はもはや驚くべきことではない。トップクラスのアプローチプレーをゴールに結びつけられない点が長い間日本の大きな弱点と見られてきた。直近10試合で45ゴール全て勝利を挙げている事実は、もはやそれが問題ではないと示唆している。と、欧州で活躍する選手がいることで現在の強さに関しては不思議なことではないと強調し、韓国に対しては、長年無冠が続く、トッテナムには悪いが、金曜日にカタールで開幕するアジアカップはソン・フンミンがメジャータイトルを獲得する絶好のチャンスかもしれないと、ソン・フンミン選手に焦点を当てて紹介をしました。現在のプレミアリーグ得点ランキングで3位のソンの2つ下には10ゴールのファン・ヒチャンがいる。また中盤で創造性を発揮するパリ・サンジェルマンのイガンインや、アジア人ディフェンダーで初めてバロンドール候補に入ったバイエルンのキム・ミンジェもいると、日本の優勝を本命としながらも韓国も強敵であることを述べました。次に韓国が優勝候補と考えている反応をご紹介します。韓国の専門家は、日本の強みは選手層が厚く粒揃いだということ、それでも韓国の優勝確率は 60% で最も高いと思う。ソン・フンミン、キム・ミンジェ、イガンインの3人が今見せてくれているパフォーマンスはアジアのサッカーの歴史でも例を見ないほどのものだ。韓国は日本の安定した戦力を相殺するだけの破壊力を持っていると思うと、韓国のトップスター3選手の力は強力であるものと主張し、韓国が優勢であることを紹介しました。そして韓国のパクムンソン氏は、戦力分析は代表チームの選手26人全体の技量を総合して評価するほかない。ブックメーカーのサイトやビッグデータ企業はそのようにして優勝確率を分析している。しかしサッカーは11人でプレーするもの、韓国の主力11人は日本より強い。
と主力の強さについて紹介をしていました。これらの反応を見てみると海外の評価は圧倒的に日本が優勢であると感じます。また選手層の厚さが日本の強みであり、どんな状況でも選手を流動的に入れ替えて戦うことができます。対して韓国は国内からの優勝予想が多い印象です。ソン・フンミン選手やイ・ガンイン選手は日本にとって脅威となる存在です。韓国のトップスターを止めることが韓国に勝利するためには必要です。アジアカップ優勝の意外な共通点。アジアカップ優勝が期待される日本代表、そんな中アジアカップ優勝をしている国には共通点があることが分かりました。それは外国人監督が指揮をしている際に優勝をしていることです。2000年のアジアカップ優勝をした際には初戦のベトナムの指揮官をしているトルシエ監督が日本代表の監督をしていました。そして2004年はジーコ氏、2011年はザッケローニ氏が監督となっています。そして他の国を見ても2015年の優勝国のオーストラリア以外は全て外国人監督が指揮を取り優勝をしています。森保監督率いる日本代表、2015年のオーストラリアに次いで新たに歴史を作ることができるのでしょうか。森保監督は冨安選手を模倣している。森保監督は一体どのような考え方で戦術を取り入れているのか語ってくれました。まず守備面に関しては冨安選手について話し、トミがプレーするアーセナルは攻守の切り替えがめちゃくちゃ早い。守備的なことだけじゃなくて守備から攻撃への押し上げのところで素早く切り替えられているので前線がより前に出ていける。日本サッカーが世界で勝っていくためにトミがアーセナルでやっていることを基準にして代表チームのクオリティを上げていきたいと考えています、と攻守の切り替えが重要であることを語っています。また所属クラブでの戦い方も積極的に取り入れていることを話をしていました。選手たちが普段どういう戦術のもとどういった役割でプレーしているかは毎試合チェックしています。一番大切なのは選手が迷わず思い切ってプレーすることなので、選手が所属チームから代表チームに来た時にはできるだけ普段やっていることを出せるように戦術的に活かせることがあれば活かしたいと考えています。例えば26人の選手が異なるチームに所属していれば戦術は26個になるのでそれを全部取り入れることはできないですけど、基本的にはそういう考え。こういった複数の戦術を取り入れることが今の日本代表の強さだと言えます。以前韓国がイラクと対戦をした際にソン・フンミン選手などの主力を前半は温存して戦っていました。その試合では前半に1点を韓国が取ることはできましたが、後半主力メンバーを投入しましたが得点を奪うことはできませんでした。そういった意味でも日本は複数の戦術を持っていることでプラン B といった他の選手が出ても同様の力を発揮することができるようになっています。そして攻撃が圧倒的に強化された理由として七海氏がコーチになったことが挙げられています。11月に行われたミャンマーとの試合でも七海コーチが選手に対して助言をしていたことが注目をされていました。七海コーチがいることでのメリットに対して森保監督は、コーチ経験者でありなおかつ監督も経験しているといろんな角度からチームを見ることができると思いますし、サポートしてもらえる、そういう意味では七海コーチが監督をやってもいいくらいだと思っています。これは本当に伝えているんですね。監督として自分がチームを勝たせるくらいの思いを持っていてほしいと七海コーチに加え、前田亮一コーチなどについても語ってくれました。クリンスマン監督が優勝予想に対して言及、先ほども紹介した通り優勝予想は日韓ともにされています。しかし優勝オッズでは日本が圧倒的に高く予想されています。このことに対してクリンスマン監督は、全く残念な気持ちにはなっていないよ。こうした大会はワールドカップ予選や親善試合とはまるで違うからね。今最も注意しなければならないのは初戦の相手であるバーレーンだ。それが終わって初めて次の試合のことが考えられる。正直言って日本戦のことはあまり考える余裕がない。間違いなく韓国にとって難しい大会になる。それぞれの対戦相手に敬意を払って謙虚に準備するだけだ。日本とは決勝で対戦することを望んでいるけど、まずは初戦だね。韓国は日本との対戦の前に中東との試合が行われます。中東の砂嵐とも言われているヨルダンとバーレーンに勝つことはできるのでしょうか。
動画作成者の感想は、アジアカップが始まり日本もベトナムとの試合を控えています。欧州のチームは選手が長期離脱することに対して早く戻ってきてほしいと発言をする監督もいます。そういった大きな期待をされている中、戦いをするということで優勝以外は許されない状況になっています。現在私たちも韓国との試合を非常に注目していますが、まずは初戦のベトナムとの試合をしっかりと勝利してほしいです。皆さんのアジアカップに対する意見もぜひコメントで教えてください。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみにお待ちください。